本日はお集まりいただきありがとうございますも。インビディア熱王国開戦すべきを上演いたしますも。おお、楽しみだな。観客はわしらだけかの。ニアはどこ行ったんじゃ。そう、ラゲルト女王、スペルビアと戦争を始めましょうも。急な話だな、右大臣よ。お嬢様。ニア、うまいぞ。うっさい、やりたくてやってんじゃないんだ。ご本、急ではありませんも。クーラがスペルビアに占領されてから徐々に準備をしてまいりましたも。では準備が整ったと。依然準備は進めていますが、もうすぐにでも完了しますも。スペルビアはグーラ以外の国も征服しようとしていますも。これ以上の暴挙を許してはいけませんも。早々に開戦すべきですも。ふむ、そうだな、開戦しようか。待ってくださいですも。何かな、左大臣。スペルビアのアルスは作物が育てられないほど不毛な大地になりつつありますも。対して我々は豊かな大地ですも。しばらく待つだけでスペルビア帝国は食糧難で滅びますも。なるほど。いやいや、待っていたらグーラのような属国を増やされますも。やつらの属国が増えればさらに強大になりますも。そうしたらスペルビアのアルスが滅んだとしてもスペルビア帝国を滅ぼすのは困難ですも。しかし焦る必要はないですも。彼らも全ての国民を救うだけの土地や食料はまだ揃えられていませんも。グーラだけではスペルビア帝国全国民を賄いきれないからですも。つまりスペルビアの弱体化を待ってからでも遅くはないはずですも。一理あるな。とはいえそれは今日明日じゃないはずですも。数十年後かもしれないし数百年後って可能性がありますも。スペルビア帝国は絶対に潰しておかないといけない存在ですも。それは同意しますが今は待つ時ですも。戦争の準備は進行中ですがまだ万全とは言えないはずですも。こうなれば女王どうするか決めてほしいですも。え、私が決めるのか。だって条約ですも。うん、そうだな。開戦しよう。二人ともセリフはどうした。インビディア列王国開戦すべきの脚本はここで終わってるも。なのでご清聴ありがとうございましたも。なるほどの。子供たちにこの演劇を見てもらってインビディアがどうすべきかを考えてもらいたいんじゃな。なかなかうまい方法ですね。子供たちの間でも意見が割れそうな難しい問題だな。無理やり出演させられた上にこれで終わり。全然スッキリしないんだけど。